どうも皆さん、おはこんばんにちは、オットジャです。レッドイットダイ続きをプレイしていきたいと思います。さあ、回収しました。大変だった。左上と右下、上に行くにはなんだけど、こっち側から開かないから下に降りるしかないんだよね。右かな、上の方が素材いっぱいあるかな。キノコも集めていきたいんですよね、鎧だけ。上から行ってみるか。でね、今また新しいね、前回チェーンソー振り回すヘイターがいたんですけど、こっから行けるようになりたいな。今回なんかロケットランチャー持ってるフォースメンだったかな、出てくるようになってるんですよね今。決まりー、打ち込めー。あ、落とした。2つともいただくか。リロードして、よーし、いけるぞー。ドラゴンタケ持ってくれよかったな。大体の動きは分かったから。食らわないようにしていくしかないよな。あ、上に行くところにはやつがいる。って言ったら、まあ右に行けばいいのか。向こうが何もないしね、敵がいるだけだ。はい、ここ。スナイパーライフル。こいつはもらっとこうか。よーし、行くかね。よし、とりゃ。クリーパーサーベルは使えないから、鎧竹と攻撃力アップつけて一気に行く。マラソン食べて、攻撃力アップ食べて、鎧竹食べる。行くぞ。さあ勝負だ。やめて。まず一発。当たんなかったか。いて、まだ鎧竹ついてんな。当たら、鎧竹切る。よし、いいぞ。よっしゃ。問題はこの後だな。おい、鎧竹2個食っちまったからな。あいつを倒さないことにはな。それか、無視して上行けるなら。うちのぶ。さあさあさあ、スナイパーライフルもある。4発あるのか。
さあ武器も2つ。あぶね。あと上に1体。ほい、外したー。いて。ういっ。そろそろ温存していきたいな。いただきます。閉まってるわけじゃないから降りてみる。迂回ルートがこれでできればな。こりゃ誰かいるな。あは、いくつかキノコもあることだし、敵を倒しつつ鎧竹とかを回収したい。公園と戦わなければな。さあ、うちの部戻ってきて。結構キノコあるんだけどね、向こう側にも。うちの部から上に行くのはあの奥か。4体ぐらいいる。今のうちに。横をすいません。よーし、うまいこと巻いたぞ。オッケー。カエル3回。あれ、もしかしてあっちから上に上がってくる。ないルートそっちか。この先に結構残っている。そういう感じか。よし、バレットレアメタル欲しいね。おい、落とした落とした。頭も壊れるな。置いていって、あいつはやばいな。さあ、ごちょいで。ほっ、よし、壊れた。おお、いいね、このボディね。モトライダーボディ A。 いただき。防御力高すぎ。こいついらねえな。ピッチングマシンがすげえ手に入ったね。政宗の設計図。後ろにあるキノコは火山岳だけだからな。ほっ、またいいもの。マラソン岳捨てて、
いや、どちらかと火山だけ捨てた方がいいな。いいよ、防具が257か440で、シルバーエクタケ、こっちなんかいい武器入ってないね。この先は3体いるな。あの動きからして人型、おら、その危ないの持ってるやつとは真正面から戦いたくない。他はどう？下に2人、素手か。こっちおいで。はい、ういあー、弾無限になる子いるじゃないか。危ないの持ってますね。オッケー、おい、いくらでも食べな。美しい、その金属バットみたいな落としてほしかったな。さあですね、ドラゴン竹になる。入れ替えてブロンソンマグナム超強いじゃねえか。ただデクスタリティが足りない。よいしょ、ポークチョッパー、耐久力高い方で無限にして10秒間撃つとかね。うっそー、こういう時に出す？ホバリングレアメタル出すね、君たちね。入れ替える。ほっ、レッスルキラーヘッド、ここ出てくるとこじゃないか。あのボタン、スタンプのボタンか。下がりまーす。お、君だけならちょうどいい。はい、はい、落とさなかった。危ねえ。そうだ、こっちへ来い。後ろ向いたら一気に攻撃する。ほっ、おら、ひるめ。よし、落とさなかったか。鎧竹が咲いた、素晴らしい。えい、これは可能性があるな。火山岳を横にドーンってやったら燃えるんじゃない、鎧竹。どうだ、
ダメだ。一回抜かないといけなかったとか？よーし、作戦はとりあえずスタンプ取りに行くか。道中敵が湧いてきそうなところ、もしいるんだったら一気に下がって、おお、逆噴射じゃないか。おお、あんたか。今日もプロ専用の物が入荷してるぞ。うわー、欲しい。取って帰りたい。赤売ってる、買える。学校ってのは生き様さ。ここら辺もいいね。高いね、パラディンヘルム、アイアンイーグルヘッド、モンアンサンブルのレアメタル赤。ちょっと待ってね、本当に合ってるか一回調べようかな。前の動画でよーし、分かったぞ。モンアンサンブルのレアメタル赤だ。いけてるな。こいつだけ買っておこう。またよろしく頼むな。生きて帰れることを願って。さあ来ました。降りるルートはそっち。道中結構キノコがある。まあ閉まってるんだよね。あ、もうこうだ。危ない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 。こっから戦いは始まる。で、作戦はこうだ。鎧竹もあるし、まずはドラゴン竹を食べて無限に打てるようになるから、ピッチャーマシーンをガンガン打ち込む。サソリを食べてね。で、その後は鎧竹をつけてみたいな。どうだろうな、いけっかな。よーし、行こうか。はい、食べました、食べました。行きます。さあ、公演よろしくな。これで分かってないはず。よし、一回これで全回復ミート。はい、避けて。サソリを食べる。で、鎧竹。よし、まだ効果ある。ほっ。よっしゃ、毒まで持ってった。オッケー。リロード。いて、ダメージ食らったか。回復。
ほっ、よし。あぶれ。撃て撃て。食べておいて。あぶれ。よし、1、2。弾なくなった後もレイジいけるか。出ないよね。ほっ、1、2。あぶれ。1。あぶれ。さあ武器がないに等しいぞこれ。嘘だろ。そう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 。うそだろ、こんなで勝てるってか。うわー、今回はご加入いかがされますか。待って待って待って、いや、復活したところで武器がないのは辛いんじゃないのかな。超頑張ればいけるか。行ってみるか一回。 ありがとうございます。しまった。よし。さあ、あぶれ。ドラゴン竹がある。これを食って、よし、まずサソリ竹とドラゴン竹。はい、まだ終わりじゃない。いけ。あ、弾ねえや。くぅ、いたー。今回は、いけるか、まだまだ、もうあそこまでいけばいけるだろう。俺は信じてる、俺自身をな。とりゃ、リロードして、さーてと、オッケー、1。OK、 1。さあさあさあ、ゆっくりと行こう。ほっ、あいたー、死んじゃう。
回復。ほっ40。危ね。よいしょ。距離を取りつつ、よし。くらい。よし。まだある。1。と一回パンチ。1、2、一回パンチ。避けて。さあどうだ、突っ込んだ。 あと1回。1、2、はい、打っとく。突進来るか。いっぱい投げるね。よいしょ、あとちょい。一回パンチ。1。あと少し。リロード。ほら、あとちょいだ。花火で倒したい。パンチでもいい。いけるか。うん、やったー。倒した。はあ、なんか結構ゆったりとやったら意外といけたかもしれない。決勝だけさあ、まあほぼ装備がないに等しいんだが、下までいけるかこれ。あそこか、道中3体ぐらい敵いるんだよね。とりあえず一回瞑想しとく。はあ、勝ったわ。ああ、勝ったわ。素手だわ。装備大事だわ。まあ、もうダメかと思ったね。てか、まあダメだったようなもんなんだけどさ。まあ、でもこれで次回のルートを手に入れれば、毎回すぐ上に上がってこれるということですね。はあ、行こう。とりあえず地下降りて待合室まで戻りたい。何がいるの？
あなたですか。走る。痛い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 。一気に駆け抜けるぜ。諦めてくれないかな。あ、違う。お前だけが回していいよ。さらばだ。はーっしゃー。さあ右側だ。やった、帰れるぞ。よっしゃ、ただいまー。はい、ということで、今回のレッドイットダイはここまで。次回この続きからプレイしていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたな。